オグリキャップ記念は、岐阜県地方競馬組合が、笠松競馬場で執行する、地方競馬の重賞競争である。正式名称は、農林水産大臣商店オグリキャップ記念。副賞は、農林水産大臣賞、地方競馬全国協会理事長賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、一般社団法人日本地方、競馬場主振興協会会長賞。 東海地方公営競馬協議会会長賞、一般社団法人岐阜県馬主会会長賞、岐阜県地方競馬組合管理者賞、小栗キャップ笠松競馬出身で、中央競馬遺跡後に GI 競争4賞など活躍した小栗キャップの功績を記念して1992年に創設された。1995年より全日本サラブレッドカップと機能を統合するとともに、 中央競馬及び、他地区所属馬も出走できる中央、地方全国指定交流競争に指定。1997年からは、ダート競争格付け委員会によって GII に格付けされた。2005年は赤字予算であることから、重症競争の見直しが行われたためダート、競争格付け委員会のグレードから外れて、中央、地方全国交流競争ではなく東海。 北陸、近畿交流競争に変更された。また、開催日には小栗キャップが里帰りしていたため体制の観客が詰めかけた。2008年に地方競馬全国交流に条件が変更された。バレエは2000年以前についても現表記を用いる。すべて、笠松競馬場ダートコースで施行。各界競争結果の出展。ありがとうございます。